にちは。調子はどう？ちょっとお願いしたいことがあってね。探してたの。実はまた未踏破の遺跡を見つけてね。すっごいお宝が眠ってそうなやつ。すぐ入ってもよかったんだけど、トレジャーハンターとしての勘がささやいたの。一人では行くなって。でもほら、初めて入るダンジョンだとどんな人が向いているかなんてわからないじゃない。そこで私は考えました。あの人なら腕も立つし気も回るし、何よりもリアルラックは折り紙付き。トレジャーハントで一攫千金ってことで、どう？一緒に行かない？わあ、ありがとう。じゃあ準備したら早速行こうか。どんなお宝か楽しみだね。このダンジョンもそろそろ最深部ね。うん、あの扉の奥がそれっぽいかな。この調子ならもうすぐお宝と。ストップ、動かないで。トラップがある。センサーと銃の組み合わせね。センサーの無力化は大変そうだから、銃の方を何とかしましょうか。ここから狙って、壊せたわ。もう動いて大丈夫よ。いや、大したことないよ。そうかな。こう見えても私結構修羅場をくぐってるしね。でも、うん、落ち着いて対処できたのも仲間がいるって安心感があるからだし、こういうのってやっぱりみんなの力かなって思うよ。さ、扉を開けてみよう。多分これが最後の部屋だよ。あ、ボックスと、なんだろう、あれマネキンかな。動き出した。姿も変わってく。私、どうしてここに。そんな、いや、またそうだよね、あれは私じゃない。私はもう逃げたりなんかしない。かっこ悪いところ見られちゃったね。ありがとう。まだ足が震えてる。お願い、ちょっとだけ寄りかからせて。あんなところ見られちゃったし、あなたにはちゃんと話しておこうかな。私ね、別の VRMMO でもあんな風に私と戦ったことがあるんだ。その時はどうしても死ねない理由があったから、もう無我夢中で戦って戦って、気がついたらその私の姿は消えてた。代わりにステータスが PK したことを示すものになってたの。まるで本当に私を殺してしまったみたいで怖くて、それ以上に自分のために PK をした私のこともすごく怖かった。その後、みんなに助けてもらってなんとか立ち直れたと思ってたんだけど、まだやっぱり怖い。でも怖いけど、さっき気づけたの。私はもうあの時の私じゃないんだって気づけたのは、あなたが声をかけてくれたから。だからすごく怖かったけど、すごく嬉しい。今日は本当にいろいろありがとう。また一緒に冒険できると嬉しいな。さ、戻ろっか。帰るまでが遠足って言うしね。あなたの香り。
けらが